メストエジルは、西ドイツノルトベストファー練習、ゲルゼンキルヒエン出身のサッカー選手。スユペルリブフェネルバフチェ所属。元ドイツ代表。ポジションは MF。主に、オフェンシブミッドフィルダーとしてプレーしている。トルコ系移民の3世で、両親は共に、国会沿岸のトルコゾングルダク県にルーツを持つ。幼少期ユースシャルケ時代。編集幼少期は、金網で囲まれた。 猿の檻と呼ばれるコートで、ストリートサッカーをしていた。7歳の時に、ゲルゼンキルヒエンにあるクラブでサッカーを始め、2000年から5年間ドートバイス、エッセンのユースに在籍し、その後シャルケレイヨンのユースに移った。2006年夏にトップチームに昇格し、2006から07、シーズン第一節のアイントラハとフランクフルト戦でデビューした。 DFL リーガポカールのバイエルレバー,クーゼンとバイエルンミュンヘン戦で出場停止であったリンコルンの代わりを務め以来そのポジションでプレーしたブレーメン時代編集契約問題でクラブと対立し2008年1月31日に移籍金430万ユーロでブレーメンに移籍したライバルクラブに移籍したことによりマスコミからは金の亡者とのバッシングも受けた 9月20日のバイエルン戦ではアウェーでこの2で圧勝し、エジルも1ゴールを挙げた。1週間後の1899ホッフェンハイム戦では、先制点と決勝点を決め、5から4の乱戦を制した。司令塔の MFGA ごと、息の合ったプレーを見せ、2008から09シーズンは28試合で15、アシストを記録した。リーグ戦は9年ぶりとなる2桁順位だったが、 DFB ポカールのタイトルを獲得した。エジルは決勝のレバー空前戦でこの試合唯一の得点を記録した。ジエゴを放出して迎えた2009から10シーズンはデアノイエ・ディエゴと呼ばれ、それまでジエゴが担ってきた4から3から1から2、フォーメーションのトップ下を務めて9得点17、アシストと大活躍した。2009年には、ブンデスリーガのファーストステージの MVP にも選ばれた。 レアルマドリード時代、編集 AC ミラン戦でのエジルとセイドルフ2010年の南アフリカ W 杯での活躍によって、リーガエスパニョーラやプレミアリーグなどのいくつものクラブから注目を集め、夏の遺跡市場での動向が注目されたエジルのもとに、レアルマドリードからオファーが届いたが、ブレーメンはこれを拒否。このブレーメンの対応にエジルは不満を漏らした。その後、アルマドリードは、 最後のオファーとして、再び、オファーを出し、8月17日に遺跡金1500万ユーロの6年契約で、レアルマドリードへの遺跡が発表された。遺跡決定当初は、エジルは、まだ若く、スペイン語は元より英語すら10分に話せなかった、ことから、多くのメディアから会議的な意見が聞こえた。RCD マイオルカとのリーグ開幕戦は途中、出場だったものの、ホーム初戦である。 第2節の c a オサスナ戦では、先発に名を連ねて、質の高いプレーを披露、交代の際には、観客から、スタンディングオベーションを浴びた。デポルティーボラ・コリューニャ戦では移籍後初ゴールも挙げた。初のコパデルレイとなった12月22日のレバンテド、戦でも得点を挙げ、8から0での勝利に貢献した。2011年3月6日のラシン戦では2つのアシストを記録し、 マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。この試合後、母国ドイツをはじめ欧州や南米のメディアから、フットボールのモーツァルトと高い評価を受けた。シーズンを通してプレーし、計53試合に出場し10得点を記録。特にアシストでは、リオネル・メッシを抑えて、欧州最多となる26アシストを記録した。2011年より、背番号を23番から10番に変更。 2011から12シーズンは不調やカカの復調もあってベンチスタートも増えたが最終的にはリーガでは35試合に出場2012年4月21日の FC バルセロナとのエルクラシコでクリスティアーノ・ロナウドの決勝点をアシストするなどリーガ最多の17アシストを記録しレアルの4シーズンぶりの優勝に貢献した2012年には UEFA チームオブザイヤーに選出された。アーセナル時代、編集2013年9月2日、アーセナル FC に移籍決定。移籍金は、アーセナル FC のクラブ最高額とも言われる5000万ユーロで、契約は5年間。移籍後に当時レアルの監督だったカルロアンチェロッティが、自身を信頼していなかったために移籍したと明かし、このことについて、チームメイトだったクリスティアーノ・ロナウドは、 首脳陣に、エジル売却について、苦言を呈している。背番号は11番。9月14日のサンダーランド AFC 戦で、デビューすると、オリビーエジルの得点をアシストした。FA カップ決勝のハルシティ AFC 戦にも、スターティングメンバーに名を連ね、延長戦前半終了までプレーした。アーセナルにとって2004から05シーズン以来のタイトルとなる FA カップを制し、 エジルは2年連続となる UEFA チームオブザイヤーに選ばれた。2015から16シーズンは、最終的に2002から03シーズンのティーリアンリの20アシストに次ぐ、リーグ歴代2位の19アシストを記録するなど、キャリア最高のシーズンを送った。その活躍が評価され毎シーズンに、ファン投票で決めるアーセナルの年間最優秀選手に選ばれた。 2016から17シーズン2016年10月19日、欧州 CL 第3節の PF シールド5列、ラズグラド戦でプロイル初のハットトリックを決めた。2018から19シーズンには、ジャック・ウィルシャーの対談に伴い、背番号を11番から10番に変更することが決定。10番は、デニス・ベルカンプや、ロビン・ファンペ・ペルシラが着用した番号である。 2018年10月22日に行われた、プレミアリーグ第9節、レスター式戦で、同点ゴールをマークし、プレミアリーグ通算30ゴールを達成。これが、元ドイツ代表のユルゲン・グリンスマンの記録を抜き、プレミアリーグのドイツ人選手歴代、最多得点記録を更新した。2019から20シーズンには、ウナイエメリ監督のチームの構想外となったが、 カラバオハイのリバプール戦に先発試行プレーを見せると、プレミアリーグ11周、ウルバーハンプトンワンダラーズ戦では先発出場した。2019年12月末に、アルテタ監督が就任してからは、積極起用され初めチームの構想に戻ったように、見えたが、新型コロナによるリーグ戦中断の再開後は、シーズン終了まで一度も試合に出場することは、なかった。 2020から21シーズン、アーセナルは夏の遺跡市場で売却が進まず選手登録枠を超える人数の選手がチームに残留することになった。その結果、昨季の中断明けから構想外で出場のなかったエジルがヨーロッパリーグの選手登録リスト及びプレミアリーグの選手登録リストの双方から外れることとなり、チームに所属していながら、 トップチームの試合に出場できない状況となった。フェネルバフチェ時代、編集2021年1月24日、3年半の契約でフェネルバフチェ SK へ移籍することが公式発表された。ドイツ代表でプレーする、エジル2007年に開催された UEFAU-19 欧州選手権にドイツ代表として出場し、グループリーグのロシア戦とフランス戦で得点した。 ギリシャと戦った準決勝で敗れたが、アニス・ベンハキラに次ぐチーム2位の2得点を記録した。2009年初めにはトルコサッカー連盟からトルコ代表入りへの強い要望を受けたが、2月11日のノルウェーとの親善試合にドイツ代表として招集され、ピオトルト・ロホースキに代わって途中出場した。トルコのメディアは、 両親の出身地のトルコではなくドイツを選択したエジルを国家の裏切り者だとして批判し、さらに誹謗中傷コメントが殺到したために、彼の公式ウェブサイトが一時閉鎖に追い込まれた。2009年6月に開催された UEFAU-21 欧州選手権では、チーム事情によりフォワードでもプレーしたがあまり良い出来ではなかった。ユース時代にプレーしていたこのポジションで、 決勝のイングランド戦では、ゴンサロ・カストロの先制点をアシストした。さらに35メートルの距離から、フリーキックを決め、ザンドロ・バーグナーの得点もアシストした。この1得点にアシストの活躍で、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれ、ドイツ代表の優勝に貢献し、大会の最優秀選手にも選出された。同年9月5日、親善試合、南アフリカ戦で代表初ゴールを記録した。 2010年 W 杯、編集準々決勝、アルゼンチン戦でのエジルトポドルスキ2010年6月1日、2010FIFA ワールドカップに出場するドイツ代表メンバーに選出される。6月13日のオーストラリア戦では、前半31分にゴールライン上でクリアされるものの惜しいループシュートを放った。その後も数々のチャンスを生み出し、ドイツの4点目となる、 カカウンの得点をアシストし、4から0の解消に貢献。6月23日のガーナ戦では、決勝ゴールとなるミドルシュートを決め、ドイツのグループリーグ首位通過に貢献。大会選定のマンオブ・ザ・マッチに選ばれた。決勝トーナメント1回戦のイングランド戦では、トーマス・ミューラーの2点目をアシストし、ベスト8進出に貢献。準々決勝のアルゼンチン戦では、 ミロスラフ・クローゼの2点目をアシストし、ベスト4進出に貢献、同大会最多アシストを記録した。その活躍により、フィファバロンドールの候補者10人にノミネートされたほか、ドイツ国内ではバンビを受賞した。決勝トーナメント1回戦のイングランド戦直前に、トルコに住む祖母が死去、不法を受けて、皆さんの大きな同情に感謝しています。この件に関してはこれ以上コメントを。 したくはないとコメントしている。観戦に訪れていた父親は、葬儀のため帰国したが、エジル本人はチームに残留し3位決定戦までの決勝トーナメント4試合すべてに先発出場した。ユーロ2012、編集 UEFA ユーロ2012においては、ドイツ代表の主力として10試合全勝での予選勝ち抜きに貢献。本戦においても、オランダ、ポルトガル、 デンマークと同じグループで死のグループと呼ばれたグループ B を参戦全勝で勝ち抜けた。準決勝でイタリア代表に敗れたもののエジルは PK からその試合唯一の得点を記録し大会優秀選手の一人に選ばれた。2014年 W 杯編集本戦でも7試合全てに出場。決勝トーナメントのアルジェリア戦では延長119分に決勝点を挙げた。 エジルはこの大会で、ドイツ代表最多となる15回チャンスメイクをし、パス成功率78.6%を記録した。2018年 W 杯、編集 2018FIFA ワールドカップでは、うまく結果を残せず、チームもグループリーグ再開で敗退した。大会終了後の2018年7月23日、人種差別などを理由に、ドイツ代表からの引退を発表した。 左足の高いテクニックを持ち、正確なキックと広い視野を活かして2010から11シーズンにはヨーロッパ全体で最多のアシストを記録した。フリーランニングも惜しまずに行う他得点力もある。また、ジネディーヌ時代を憧れの人物としており、しばしば比較対象にも挙げられる。U-21 ドイツ代表の監督を務めたホルストル・ウェッシュは、ドイツ人は、 海外の選手を特に称賛することが多い。我々は、ウェイン・ルーニーや、クリスティアーノ・ロナウド、リオネル・メッシらを称える。しかし、ドイツにはそういった選手がいる。ドイツのメッシはエジルであると語った。ドイツ代表のヨアヒム・レーブ監督は、メッシとエジルを、ワールドクラスの選手であると評価。エジルは、W 杯でのパフォーマンス、そして、レアル・マドリードでの成長を見るにつけ、 もちろん、ワールドクラスの選手といえる、エジルは、半年の間に、あのカカを忘れさせてしまうような存在になった。カカは、W 杯前の何年もの間、あのポジションでは、世界最高の選手と評されていた。けれども、今となっては、ほぼ皆がエジルの名前を挙げるようになっていると語った。レアルマドリードでのチームメイトである、クリスティアーノ・ロナウドは、エジルの試合を読む力を評価し、 エジルは僕をさらに良い選手にしてくれた。彼とプレーするのが好きだと賛辞を送った。ジョゼモウリーニョはエジルをフィーゴやジーダンのような特徴を持つ世界最高の10番と称賛。2013年夏にデンババに対するアーセナルからのオファーを断った理由についてエジル加入によってタイトル争いをするライバルになるからであると語った。ベルダーブレーメンであるマドリードアーセナル FC。 U-21 ドイツ代表ドイツ代表、ありがとうございます。